トロッコを使った演奏回路の作り方です。機種やバージョンによってトロッコの動きが違うため、2つの作り方を解説します。最初にトロッコ発射台を作ります。まずは土台、3段、2段、1段の階段を作ります。次はレール、3段目、2段目は普通のレール、階段1段目と次の地面から4ブロック先の地面までパワードレールを置きます。階段1段目の足元から上下どちらかにブロックを3つ伸ばします。伸ばしたブロックにレッドストーンを置きます。レッドストーンの端にブロックを乗せ、ボタンを取り付けます。ここまでがトロッコ発射台の作り方です。トロッコが走るラインを一度ディテクターレールにします。音ブロックはレールの両側と真上に置きます。音ブロックを並べ終わりましたら、音がないところはパワードレールに戻します。動画の後半には数字が書いてある音ブロックが出てきます。数の大きさは音ブロックをクリックする回数で、色は下のブロックの種類を表しています。グリーンはディテクターレール、オレンジは木のブロック、白は石のブロック、黄色は砂ブロック、水色はガラスブロックです。トロッコはマインクラフトの機種やバージョンにより高速で走るものがあります。レール4つごとに音ブロックを置いてみて、すごい速さで音が鳴る場合はかまど付きトロッコを使います。かまど付きトロッコの速さは通常のトロッコと比べてゆっくり走りますので、いい感じに演奏することができます。最後に発射台の坂道にチェスト付きトロッコを置き、ボタンを押すと演奏が始まります。以上がトロッコを使った演奏回路の作り方です。次は音ブロックに数字が書かれた画像を流していきますので、一時停止しながらご覧ください。音ブロック演奏は疲労回復に効果があり、疲れた体にリラックス効果と癒しを与え、毎日を生きる活力になるとも言われています。リクエストルールの動画を作りました。作ってほしい曲を一覧表で確認の上コメントに記入してください。ご視聴ありがとうございました。